金継ぎ田は、まあ、今この松本地区で、環境問題になってるんですけども、松枯れ松食い被害ということが大きく、社会問題になってます。まあ、赤松の林が松本市に多いですね。多いんですよね。多いんですけど、まあ、津久井町の被害が、被害量がとても多くて、多くの木が毎年枯れてしまっているというような状況にあるということですね。はい、その中で、まあ、営業の、なんていうんだろう、ここ、まあ、とあるスタッフが、そうですね、スタッフの方が、提案してした人がいるんですよね。そのたまたまその土地の管理者をやっている人がいまして、経理部長の佐藤という方なんですけども、その佐藤がそのちょっと自分 の, その土地の管理区のですね、松林が伐採、枯れて木がですね、何本も切られてしまっているという状態になっていたので、それなんとか使えないかという話をこう持ち込んできて、それがきっかけでしたよね。そうですね。きっかけで最初でもそれでその伐採の現場に立ち会いに行って、実際にその切られた木をこう何でしたっけ、木を切るところ製材所持ってって、それを板にして持ってきたというところですね。最初はどう思われましたか？最初は見るからに今までと違う材料を使うもので、これは本当にギターになるのかなと、楽器になるのかなと思いました。ただやっぱり材料を見ていくうちに、いろんな方と社長なり、工場のみんなと相談しながら、材料を見てこれをいかに楽器にしていくかっていう、まあ、面白さもありました。普通ギターに使う材料っていうと、大体その海外から仕入れたものが多いですよね。そうですね。で、その、あんまり節とかがない。うん。そうですね。ないものが多いですね。それに、それと真反対、正反対の。はい。まあ、エリロードってほとんど針葉樹って使わないんだよね。そうですね。あ、そもそも針葉樹自体も使わないっていうことですかね。ああ、そうです、ね。だから、その針葉樹で、柔らかいっていうのが欠点で、はい、結局その、やっぱりビス止めだとか、はい、スタッドのそのね、そういうところをやっぱり工夫していかないと、まあ、そういういろんな工夫宿泊しながら、そうですね、あと節だとか虫穴ですよね、うん、そういうものをいかにこう見せるギターにしていくのか、この節をどういうところに持ってきたらかっこよくなるのかっていうのをこうイメージしながら気取りをしていく、そういうところがちょっと難しいんですけども、面白みがあるところなのかなと、一本一本木目も変わってきますので、それをナチュラルに見せるっていうところで本当に一本しかできないギターができるのかなっていうふうに思いました。あれ、最初塗装で隠すっていう意見はなかったんですか？そうですね、それはもうなかったですね。なかったですか？もう見せようと。あ、もう簡単にもう初めからもう初めから見せていこうと。花も多いし、うん、その隠すっていうよりかは、ね、それをそのまま満たしていこう、デザインとか味というか、そういう感じで、うん、というところからもう初めからスタートしたんですね。そうですね、音も本当に良かったし、ただやっぱり針葉樹なので、そういうビス関係、強度を持たせないところにはそれなりの補強を入れて使っていこうと、そういう補強なりは楽器なので、十分長持ちしたいというイメージ。じゃあジョイント部分とかやっぱブリッジのところとか、そうですね、主にそういうところもあるし、あとストラップピンなど、やっぱりそうですね、力が大きく、加わってしまうところですかね。そういうところには、なんと補強を入れて